アレクサンドル・エゴロビ・チチマシェフから1893年2月1日は、帝政ロシアの軍人、政治家。ロシア皇帝アレクサンドル・ニセイの下で、帝新大臣、内務大臣を務めた。1818 18年4月15日、オレンブルク州に生まれる。父、エゴール・ニコラエビ・チチマシェフは、オレンブルクコサックの頭んであった。この駅兵将位に民間し軍歴を開始する。 1856年、皇帝官房第三部の実動部隊である、ロシア帝国憲兵団参謀長に任命される。ついで、火山県、ペルミ県及び、ブヤトカ県の臨時総督に就任し濃度解放に当たる。1864年まで臨時総督の職責を務めたことから火山名誉市民の称号を授与されている。1867年、郵政。 通信大臣に任命され、同年国家評議会議員に選出された。翌1868年、ピョートル・アレクサンドロビチバルーエフの公認として、内務大臣に任命され1877年末まで、およそ10年の長きにわたって、同省ポストを務めた。内としての実績としては、警察改革、の転換、地方制度の改革、総督職の一部を廃 ポーランド立憲王国の行政区に関して内務省の管轄に移管したこと、バルト海沿岸地方の編入などが挙げられる。ジマシェフは軍人出身ということもあり、自由主義的改革には反対しており、革命派や過激派によるテロールに対しては終始、強硬な立場を崩さなかった。内省辞任後、国家行議会議員としては地主階級の利益を擁護し、 アレクサンドル・アバザー増将及びアバザーの支持者である、ミハイル・ロリス・イコール・メディコフ内相、ミハイル・レイチェルン元増将とは対立している。ぜい、この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チザム・ヒュー・エド・インスイクロープディア・ブリタニカ・ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、タイトル・イコールは必須です。ありがとうございます。